筋貝が外されている場所で、安全帯を使用していなかったため墜落。 災害発生状況足場組み立て作業中の災害事例です。外壁回収工事のため、夜間、足場の組み立てを3人で行っていた。足場の荷上げのため、ホイストを使用して組み立てた後、休憩に入った。 休憩後2人の飛びこうが組み上がった階段から上りホイストを取り付けた球団まで来たその時地上の作業主任者から地上に降りるよう指示があったそのためホイスト取り付け箇所を過ぎようとしたところ 一人がバランスを崩し足場から墜落したホイストを取り付けていたため筋貝が外されていた外壁回収工事のため夜間足場の組み立てを三人で行っていた 足場の荷上げのためホイストを使用して組み立てた後、休憩に入った。休憩後、二人の飛び校が組み上がった階段から登り、ホイストを取り付けた球団まで来たところ、地上の作業主任者から地上に降りるよう指示があった。そのため、ホイスト取り付け箇所を過ぎようとしたところ、一人がバランスを崩し、 足場から墜落した災害が発生した原因丸1開口部に多い手すりと墜落防止設備がなかった丸2安全帯取り付け設備がなかった丸3作業指示が明確でなかった災害を防止するための対策 丸一墜落防止設備のない場所は、親綱な,などの安全設備を設置し、安全帯を使用する。丸二ホイスト取り付け、箇所に開口部が発生しないよう囲い、手すりなどを設置する。開口部が発生する場合は、立ち入り禁止措置を行う。丸三作業主任者は、安全指示を適切に行い、 作業の再開前には作業計画を作成し、作業手順、場所などを全員に周知する。